蜀漢は中国の三国時代に劉備が覇蜀の地に建てた国。蜀の地に割拠した王朝は多数あるが、単に蜀といった場合、多くは蜀漢を指す。蜀は魏、呉と共に三国時代を形成した一国である。覇蜀を領土とし、正統とに定めた。蜀漢は後世の蜀であり、正式な王朝名は漢である。これは、魏の文帝曹丕が五漢を滅ぼして即位した時に、劉備が漢の正統を継ぐと宣したためである。したがって、同時代に蜀漢を自ら名乗ったわけではない。他の同時代の蜀としては、蜀の秦から帰漢と呼ばれた例がある。魏は末っ子の意味であり、漢の正統を最後に受け継いだものということになる。208年、劉備は孫権と同盟を結んで赤壁の戦いで、曹操を破り、209年、孫権と共に、荊州を攻め、荊州の四郡を制圧し、支配下に収めた。当初は、荊州死し、劉表の子の劉基を擁立したが、劉基の死後は劉備が後継者を自称し、孫権からその立場を承認させ、210年には、周瑜の死去により荊州の南郡を譲られた。212年から214年にかけて、劉備は、劉将の配下の長将、範正、毛達らの手引きで、劉将から領土を奪い、益州の大半を得た。215年、孫権と領土のことで係争となり、荊州南部の郡の大半を孫権に割譲した。219年、劉備は漢中を守備している夏侯淵を討ち取り、曹操から漢中軍を奪って、漢中王になった。劉備の配下の関羽は、荊州方面から曹操領に侵攻したが、曹操と密かに同盟を結んだ孫権、呂蒙に荊州を攻撃され、荊州は失艦し、関羽は捕虜となり、孫権に処刑された。220年、曹丕が五漢を廃し、魏の皇帝となると、221年、劉備は対抗して、漢の皇帝となった。諸葛亮らに、蜀の法律である、蜀課を制定させ、法制度を充実させた。さらに、劉派の提案に従い、新しい貨幣を作り、貨幣制度を整備した。益州は、鉱物資源が豊富で塩を産出したため、劉備は塩と鉄の専売による利益を図り塩不交易を設置し、塩と鉄の専売により、国庫の収入を大幅に増加させた。222年、荊州奪還と関羽の仇討ちのため呉を攻めるも、陸遜の前に大敗した。この際に、蜀軍は馬良をはじめとした主だった将兵が戦死し、その軍事力は大いに衰え人材も失った。同年、劉備は孫権と和睦を結んだ。223年、劉備は諸葛亮に工事を託して崩御。後に、小烈帝と送りなされた。劉備の亡き後は、この劉禅が後を継ぎ、諸葛亮が上将として、政務を取った。益州南部で、楊、高忠氏らが反乱を起こしたが、諸葛亮、李愷らは225年に、益州南部四郡を征討して、反乱を平定し、南方の異民族を振服させた。その後、諸葛亮は魏に対しては、劉備の意志を継ぎ北伐を敢行した。この北伐の水師にあたり、諸葛亮が劉禅に奏じた。水師の表は当時から現代に至るまで名文として非常に高く評価されている。228年、魏の天水、南安、安定の三郡を奪うが、先方の馬謖が軍令無視により外邸にて、趙に敗北した。天水、南安、安定の三郡は趙らに奪い返された。諸葛亮は軍律を模範的に遵守せざるを得ない立場であったため、自身の愛弟子である馬謖を処刑した。これが有名な故事、泣手、馬謖を斬るである。229年、魏の武と、影平の二郡を奪った。同年、呉の孫権が皇帝を称し、蜀漢では、原則論として、孫権の即位を認めるべきではないから、同盟を破棄すべきとの意見が続出した。しかし諸葛亮は魏に対抗するために現時点での、同盟破棄は妥当ではないと説得し、蜀漢と呉は改めて対等同盟を結んだ。同時に、器量の分配についても取り決めた。その後も岐山周辺において、魏との攻防が続き、宿敵の長を射殺したが、234年に諸葛亮が五丈原において病に倒れ、陣中で死去した。諸葛亮の死後は、張、平が政務を担当し、大々的な北伐を控えて、内政の充実に努めた。244年、魏の曹操、夏侯玄、郭純らが侵攻してきたが、大平、平が撃退した。魏ではこの頃、柴夷一族の専横によって政局が混乱しており、それを嫌った魏進、夏侯派が蜀に投降した。しかし246年に、張、董允が相次いで死去し、253年の日の死後には、もはや、蜀を支える政治家はいなくなり、姜維や陳子らが国政を取り、北伐が再開される。255年には魏に大勝したものの、256年の段谷の戦いでは逆に大敗し、相次ぐ北伐で蜀は疲弊した。258年に、宦官の高彬が政治権力を握り、高彬を重用した劉禅の悪政により、宮中は乱れ国力は大いに衰退した。そして263年、魏の実権を握っていた柴彬が蜀討伐を命令する。姜維らは剣閣で魏軍に抵抗したが、対峙している間に別動隊が迂回して、蜀の地へ侵入、綿竹で呉の援軍が到着する前に、諸葛戦が討ち取られた。この知らせを聞いた劉禅は、魏軍が成都に迫る前に降伏、蜀は三国の中で最も早く滅亡した。劉禅の逸男である、劉仁と妻子が紛死し、その後の成都で起こった反乱で皇太子の劉が殺害されるなどの混乱はあったものの、劉禅自身は、魏、清心領長で安楽公に封じられ、271年に65歳で亡くなるまで生きた。陳寿によれば、蜀は歴史を編纂する役人を置いておらず、魏や呉に比べ、蜀の歴史は後世にあまり伝わらなかったようである。劉禅は、その後、先祖代々の土地である幽州の安楽県で、安楽公に封じられた。長男の劉は、前年の戦乱で先立たれていたため、後継者を決めることになったが、次男の劉陽を差し置いて、陸奥の劉順を後継にしようとしたため、旧臣の文律らに諌められた。271年に65歳で死去した。正臣によって、重江親家と送りなされた。安楽公を継いだ劉順は、道義を失う振る舞いをたびたび行い、旧臣の何吉らに還元されたという。最後は、栄華の乱に巻き込まれ、劉順も含めて、一族皆殺しにされた。ただ、従孫の劉玄だけが生き延びて、政官を頼ったという。蜀官は、魏の正当性を否定して、その討伐を大義名分としていたため、軍事最優先型国家と評価される、レベルの軍事重視型の国づくりを行っており、蜀官の全人口が90万人から100万人なのに、対し、兵士と官吏だけで14万人と人口の 15% 近くを占めるという特異な構造となっていた。また、華北の出身であった劉備は、関羽、張平と共に各地を転々した上でようやく、荊州の一部に勢力基盤を確保した存在に過ぎず、自己の勢力を維持するためにも、積極的な軍備増。また、劉備が豊かな農業地帯であった、益州の確保後に、城内の金銀を将兵たちに分け与えてしまったのも、劉備の基盤の弱さゆえであり、そのために、自己の政権づくりと、国内整備に必要な財源すらも放出してしまった。そのため、劉派の献策で、磁気百銭の貨幣を鋳造して強制的に市場に流して物資を買い集めることでしのぎ、一方で、劉備に従った旧来の豪族、地主にはその土地所有を保障することで、その経済的打撃を抑制することで、反乱の発生を防いだ。さらに、王璉という、優れた財務官僚を登用して、鉄と塩の専売制を機能させ、また絹織物の生産、貿易を管轄する西機関が設けられるなど、財政充実が図られた。また、劉備の時代にすでに、諸葛亮は国政のトップである上将だけでなく、行政実務のトップである六省所司を兼ね、さらに、地方政治のトップであった益州市を兼務して、軍事だけでなく、行政、経済を完全に掌握していた。なお、職官では人事に関しては、小諸大が管轄しており、さらに戸籍についても管轄していた可能性があるという。その後、劉備は漢中を得て、漢中王から皇帝に即位したものの、慶州を喪失して、夷陵の戦いで敗退するなど、苦境の中で没し、新皇帝劉禅と上将、諸葛亮は、劉備の体制を引き継ぐことになる。劉備の死とともに南中諸軍は反乱を起こし、諸葛亮は南征を計画するが王連から反対を受ける。諸葛亮の計画の背景の一つとして、勢力の維持、拡大によって財政基盤の強化を図ろうとするものであったが、王連は自己の財政政策が機能している中で、本来の目的である北伐を後回しにして、南征を行うメリットは少ないと見たのである。しかし、王連が死去すると専売制は不振となり、結局南征が実施され、南中地域から兵力と物資を得ることになった。ただし、劉中隊にも記された内示の充実は、慶州を領有して、初めて実現できるものであり、慶州を義と呉に奪われた状況では、民間経済を犠牲にして、軍備を強化し、一刻も早い北伐を目指すしかなく、諸葛亮の出卒の表にも、益州疲弊せりと記されている。そのため、北伐においても、漢中などにおける屯田や敵地における略奪や拉致を行うことで、できるだけ職官の物資を浪費しないようにする策が図られることになる。しかし、度重なる北伐は、職官国内に対する度重なる臨時徴収の実施など、より一層の疲弊をもたらした。これに対して、諸葛亮は厳格な法治や、思想統制、平時における軍隊の公共事業への使用などを行い、国内の不満を義に向けさせる戦略を取り続けることで、北伐と体制維持の両立を成功させていった。諸葛亮の死後、職官の体制は一時的に動揺したが、後継者である昭は、上将にはつかなかったものの、大将軍、六将所持、益州刺史を兼務して、諸葛亮の地位をほぼそのまま継承した。昭の死後にその後を継いだ日も同様であったが、これは、諸葛亮の存命中に、昭は、撫軍将軍、少諸郎、比は、中森軍、少諸令と、いずれも軍事系と商所系の職務を、両方経験していたため、軍事、行政、経済を一元的に運営する、諸葛亮の政治手法を理解していたから可能であったと、見られている。しかし、比の没後にその地位を継承すべき脅威は、六将所持についたものの行政実務に関与しておらず、もう一人の陳儀は、陳軍将軍についたものの軍務には関与していなかったため、諸葛亮の政治手法は取れなくなっていった。大将軍として、軍事を掌握する脅威と少諸令として、行政実務を掌握する陳儀は、対立する立場にありながらも、北伐の実現に向けて、対立よりも強調する路線を取り続けた。しかし、脅威の北伐の失敗と、陳儀の死去、彼に登用された宦官の高明の台頭によって、脅威は、軍事面では、張翼、袁堺、少諸側からは、諸葛戦、董傑、潘建、そして、宦官の高明の三方向の反対派からの突き上げを受けることになった。人事を扱う少諸に足場を持たない脅威は、成都に帰還すれば、少諸内の反対派によって、確実に罷免されるため、成都へ帰還することができなくなってしまった。しかし、反対派も互いに対立関係にあり、職官末期の宮廷は4派に分裂の様相を見せていた。それでも、東もぐさ、商会の職進行に際しては、張翼、諸葛戦、董傑らは、脅威とともに、これを迎撃しており、知略で、成都を陥落させた、東もぐさを除けば、魏軍を、撤退間際まで追い込んでいたなど、激しい権力闘争があったにもかかわらず、国内における致命的な分裂は最後まで生じなかった。職官は三国のうちで、最も国力の劣る国家であったが、後世に起こった政党論争においては、その存在が大きく注目された。三つの王朝が定立した三国時代であるが、陳儀は三国志の中で、曹操や、総平総志のみを皇帝として認め、同時に皇帝を称した劉備、孫権は列伝に収録して、形式上は彼らを魏の臣下として扱うなど、三国のうちで魏のみを正式な王朝として扱った。ただ一方では、春秋の筆法でもって蜀漢、後もまた独立した王朝としての体裁を持っていたことを記し、その上で故国である蜀漢を呉とも差別し、その正当性を伺わせる記述も、密かに盛り込んでいた。東晋の時代、晋王朝は中原を非漢民族王朝に支配され、江南に逃れざるを得ない状況にあった。また、東晋は弱体で、桓温、桓元不氏や劉宥によって禅譲が狙われる状況にあった。そこで禅譲を否定するため、進は魏からの禅譲によってではなく、後漢を継ぐ蜀漢を倒して、初めて成立したのだという主張が生まれた。魏の正当性を否定した結果、蜀漢を正式な王朝とみなす、いわゆる蜀漢正統論の起こりとなった。周の三馬の漢晋春秋や円広の後漢紀は、そのような歴史観の影響を受けて成立した資料である。また、四胡帝陽は、漢晋春秋の蜀漢正統論を、中原を、宗隆氏に追われて、破蜀に逃れた蜀漢に、東晋の元凶を重ね合わせたことによるとしている。また、中村敬次は、漢晋春秋の蜀漢正統論を、魏の正当性を否定することで、魏から進への禅譲の際に起きた事件における朱橋の行為を正当化する意図があったとする。なお非漢民族王朝では、郷土の劉淵が自らを、漢王朝、北宋に成立した柴光。史実願はそれまでの正史類を騒乱する対処であるが、この中で、魏、蜀漢、呉はいずれも正当な王朝と認められていない。柴光は統一王朝のみを正当として扱っているからである。しかしその記念には便宜上魏の元号を用いており、消極的ではあるが、魏の正当を認める立場にあった。ところが、南宋の時代になると、再び、蜀漢正統論は脚光を浴びる。徐親族の金によって南宋王朝が東晋同様に江南に追いやられてしまったからである。そんな中で朱熹は津願項目を変し、蜀漢の正当性を宣揚した。また、南宋の小常や元の閣業などは、俗語漢書と称する三国史を蜀漢正統論に基づいて再編集した史書を表した。これらはいずれも蜀漢を本義に立て、曹操らの存在は、はじめきや列伝へと追いやっている。元政民初に成立した小説、三国志演義においては、津願項目の思想、歴史観が大きく作用したため、蜀漢が正当なる存在として、物語上も明確に位置づけられている。そして新書に三国志演義を改編した孟宗衡も、またそれを継承して正当感を強く働かせ、蜀漢を正当とした上で、魏、呉を秦国であると断じている。ここに、劉備を善玉、曹操を悪玉とする三国志観は確立したと言える。選手、五種という呼び名は、三国志が義を正当とする立場に立脚しているため、蜀漢の皇帝を帝と称することを避けたためのものである。呉の皇帝は、孫権のように呼び捨て扱いであるのに対し、帝ではないものの実名で呼ばないのは、三国志を表した陳壽が、蜀の出身ゆえの故国称揚であると考えられている。広告三国志巻31から38、国立国会図書館デジタルライブラリー明治時代に出版された訓読文である。ありがとうございます。